おはようございます。今日は9月の27日船の日ですね。小雨模様なんですが今は大丈夫です。夜はめちゃくちゃ降るそうなんでね、皆さん気をつけてください。帰りの帰宅時間あたりが大雨だそうです。でもまあ動画が出る頃には終わっちゃってますけれどもね。ちーちゃん今日は腰が痛いです。昨日仕事行ってバッグを車にドーンって積むときに1個目2個目3個目積むときかな、なんか腰ピクンってきたんですよ。やばいのかもってことでずっとなんか歩くのが変でした。お尻から腰にかけてですね、今も痛いです。昨日寝ながらいろいろなところを伸ばしてみたんですけれどもダメでしたね。はい、幸い今日休み取ったんで助かりました。今日はゆっくりしましょう。ゆいちゃんもよく寝てましたね。おしっこもうんちもしてなかった、珍しいですね。ずっとベッドの片側で寝てました。でおやつですね。みーちゃんと待ってられた。みりこお待たせお待たせ。よいしょ、腰痛い。おはようございます。おはよう。朝ごはんです。だんだん傷んできちゃってね、この辺についてたのが全部腐っちゃってたんですよ、下側になってたのが。はい、早く食べないと。でもって今日はトーストです。とシリアルが少々、今日はミロ入れ忘れました。はい、ではいただきます。昨日の残りのルイボスティーいただきましょう。雨です。ちょっと腰がまだ痛いですけれども、ロキソニン飲むほどではないかなという感じ。まあうちにいるんでねいいと思いますが、ドロピアにお買い物行きます。パブロンだったっけ、風邪薬やったやつもう飲み干してしまいました。まあ夜は仕事行くんで飲んでないんですけれどもね。雨結構降ってきちゃいましたね。今日は一日雨のようでございます。お昼ご飯です。先ほどロピアで買ってきたカキフライ、4つセットだったんですけれども、2個って十分だったんだけどね、とりあえず2個食べます。それとお漬物と、これは冬瓜とお土産の大学芋で、これがルイボスティーです。セブンイレブンでもらってきたやつね。はい、ではいただきます。カキフライは4つで480円だったかな。はい、ではいただきます。夕方のお散歩です。雨が結構降ってるんでね、高速道路下来ました。これからもっとすごい勢いで降るらしいので、なんとか今のうちに歩っちゃいましょう。帰宅時間頃はすごい大雨らしいですよ。天気予報見たら8時から9時ぐらいから止んでくるような感じだったんですよね。今日8時からのやつが結構割増になって出てたんで、
もしかしたら行ってみようかななんて気も今あります。どうしよう、また金の亡者になるか、おやつの亡者がいますね。おやつにしよっか。レイトナイトグルメ、くら寿司とかボーノなんかは23時までやってるんですね。22時半までとか。ヨラテラスも結構遅くまでやってるんだね。ララポートの中歩いてます。真ん中の通りね。今日はね、ずっとなんかあいみょんがかかってます。みーちゃんはこの先でおやつ食べたいんだよね。いくよ。ちょっと小ぶりになってきましたね。今傘ささないで歩ってるけど、さした方がいい感じかな。お疲れ様でございました。今日はウーバーやってきました。6700円とかだったですかね、はい。雨もだいぶ止んできたんで、アマゾンもやろうかなと思ったんですけれども、やっぱちょっと腰の痛いのがありましてね、いつでも調子悪くなったらやめられるということでウーバーにしました。まあそれなりの金額は入ったんではないかなと思われますので、まあ結果オーライということで、はい、お疲れ様でした。明日はアマゾンでございます。それまでには腰絶好調になるようにゆっくり温めてマッサージしておこうと思います。というわけでお疲れ様でございました。皆さん配達頑張りましょう。ではまた明日、おやすみなさい。